次もう一度またこのお家にやってまいりました。ゆきこは、去年はみんなに坂本龍馬のお嫁さんだったという話までしたところだったかな。実は大龍さんはバッタモンで、ゆきここそ本当の坂本龍馬のお嫁さんだったと。で、そういうわけで今日はここに武将さんがいますね、武将さん。ゆきこも坂本家という、名門の武家の、正式には商人、正式には商人だけど武士。伏見はね、なんか商店街も栄えて、商売も盛んで、それになんか豊臣秀吉とか幕末の武士氏とかいっぱい通り過ぎた、商人に武士の町でもありまくから、そんな商人と武士の町からやってきたゆき子が、この武将様に今日は北進一刀流を教えてあげようと思います。そうですね、ゆき子も亡き夫の、龍馬さんが、北進一刀流の免許改善の腕前の持ち主で見たので、今日はちょっと勝成君に北進一緒に行ってもらって、北進一刀流を覚えて帰ってもらおうと思います。そのためにゆき子、しない、もう一本、勝成君。勝成君にもしないを一本持っていただいて、北進一刀流の、免許改善の腕を教えてあげようと思います。ちょっと皆様よろしくお願いします。頑張ってください。勝成君、いい？北進一刀流の構え、いきまぴゅ、こう、相手の中心に剣を構え、そして、木先をこう震わせる、ピルピル、こう木先をピル震わせる、これなんで震わせるかというと、これで木先に神経を集中して、相手の動きを先読みするんです。そう。ほんで、相手が切りかかろうとしてきたとこをバサッとやる。やってみろ、今日。北進一刀流の試合で。ピルピル。あーっとー引き分け。ドアッと立って、痛い。何をしてるんだよ、もう。これ。もう、ユキ君は武家の嫁でぴよ。女の子でもあるんだから、もっと優しく扱ってください。ねえ、もうねえ、なんて失礼なことをするんですよ。すごい音しました。大丈夫でございますか。ほりゃ、もう北進一刀流の極意を教えてあげてるので、なんで北進一刀流を使わないのか。玉剣こうするビル、こうね、ビルと転がせて、これが坂本龍馬様が得意となされた、ゆき子の亡き夫の、伝承の伝説の剣術でございますよ。みんな覚えて帰ってみろ。こうやってピルと先に相手の体に中心を添えるのを忘れてダメピル。こうしてそうこうピルで、相手が切りかかろうとしたところの隙を掴んで一瞬でピッ、そっちの方がいいよ。るんですかね。飲んでます。今日は違います。失礼いたしました。なるほど。ちょっと北進一刀流のね、ちょっと剣術道場がちょっと
変な方向行っちゃっただけで、うん、お気になさらず、はい。まあちょっとそんな感じで、はい。まあ、伏見は名工風靡なハリボテじゃない桃山町と、うん、あのお酒の盛んな国デビュー、はい。皆さんもよかったらぜひ、まあ、ユキコに前に来てくださいデビュー、はい。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。平和りなうちに皆さん早めに拍手を。ありがとうございました。そこびえゆきこ様、楽しいステージをありがとうございました。さあ、変わっては誰が登場して